皆様お疲れ様です。では続きの方やっていきましょう。前回秋祭り編でしたね。で今日はもう月曜日朝、おはようのやつもなく学校からスタートです。ではやっていきましょう。お、気をつけてな。うん。おはようはなくなっちゃったな。楽しみだったのに。渚は明るく手を振って停泊中の船へ駆けていった。俺はその後ろ姿を見送り学校へ歩き出す。途中島の人たちとすれ違った。いや先生、おはようさん。飲みすぎで二日酔いになったりしなかったかね。はあ、なんとか大丈夫です。祭りのおかげか島の人たちの表情も明るい。このままみんな仲直りしてくれるといいんだけど、そうはならんやろな。というわけで学校です。結構広いよね学校ね、こう見ると。給食の時間。俺も生徒たちと机を並べて一緒に食べる。なんかすげえ質素。こんな感じだったっけ。今日のメニューはカレーライスだ。ちなみに毎日の調理は島のおばさんたちがアルバイトでやってるそうだ。ああなるほど。だから普通になんか野菜とかとああいう感じじゃないんだね。こんな感じで出てくるんだ。ねえねえ陽平先生。机の向こうから緑が声をかけてくる。あの花の名前なんだか分かった？遠足行った時の。ギク。あ、そういえば陽平先生の宿題だったよね。大丈夫、忘れてなんかいないぞ。今花の写真を東京の大学に送って調べてもらっているところだ。大学？うわ、なんかすごい。多分 2,3 日中には分かるから期待してろよな。と俺は自信満々に胸を張った。わかんねえって言われたらめちゃくちゃ面白いな。新種だーっつって、新種の花ぞこれっつってなったらクソ面白いな。さて今日の授業も終わりだ。なんか早くない？レポートを水島先生に提出しよう。な、早くない？展開が早くない？ご苦労様。いよいよ教育実習も後半戦ね。そうですね。今までのところは合格点。これからも気を抜かずに頑張ってね。はい、頑張ります。なんかお、なんか行けるとこすげえ少ねえ。篠原家と港と診療所しかねえ。また診療所に行くんだけど、診療所に行くとあの札がかかっていた。朗読会はお休みだが奈美先生は中にいるに違いない。こんにちは。診療所に入ると案の定。あ、先生、昨夜はどうも。おかげで楽しかったですわ。こちらこそ。子供たちは今日は来てないんですね。ええ、今日は先生とアキちゃんのことをお話ししたかったから。そうっすね。よかったら外に出ない？もう外へ出て喋ってアキちゃんに聞かれたらどうすんのそれ。大丈夫？私昨夜からいろいろ考えすぎてちょっと表の空気が吸いたくなっちゃって。奈美先生は苦笑い気味にそう言った。言われてみればほんの少しだけ疲れたような顔をしている。僕はいいですけど患者さんが来たら。大丈夫、行き先と私の携帯の番号を入り口に貼っておくから。なるほど。行きましょう。俺たちがやってきたのは学校の裏山の展望台だった。子供たちはいらない。子供たちはいない。いらないっつってた、ね、今俺。いない。そろそろ涼しくなってきたし、最後の海水浴にでも行ってるのかもしれない。わー。海水浴いいね。気持ちいい風。陽光に輝く海を見ながら、奈美先生が大きく息を吸い込む。潮風に髪がなびき、白衣が踊る。綺麗な人だな。このままずっとこうして見つめていたい気もするけど。今は話し合うべきことがあるんだ。僕も昨夜から随分いろいろ考えさせられました。舞ちゃんのこと。最初に僕が労働した話に秋が興味を見せたのはあれも見えない友達の話だったからなんですかね。でしょうね。花を相手に独り言を言ってた時もきっと舞ちゃんと。奈美先生がうなずく。どうしたもんでしょうね。あなたはどう思う？僕は、いや、彼女のためには納得させるべきなんだけど、
気持ち的には放っておくべきだと思うんだよね。放っておいた方がいいんじゃないかと思います。無理にマリちゃんがいないってことを秋に押し付けるのはまずいんじゃないかなって。秋にとってマリちゃんは大切な友達みたいだし。ええ、私もそっくり同じ意見。ナミ先生は大きくうなずいた。私の考え聞いてくれる？喜んで。ナミ先生は海を見つめながら自分の考えをまとめているようだった。大切なのはね、アキちゃんにとってマリちゃんがどういう存在かってことだと思うの。俺は黙って聞いている。マリちゃんが現れたのはアキちゃんが1年生の時って言ってたわよね。それがどういう意味か気がついた？気づいてた。気づいてました。アキの両親が亡くなった時ですよね。ナミ先生はにっこり笑ってうなずいた。アキちゃんは感受性の強い子だから、ご両親が亡くなったことはひどいショックだったに違いないわ。その寂しさを癒すために空想の中で自分の友達を作り出した。優しくて親切で何でもアキちゃんの言うことを聞いてくれる友達。まあそうでもしないともう心が保たれなかったんだろうね。悲しい時や寂しい時には慰めてくれて、嬉しいことがあったら一緒に喜んでくれる、いつもそばにいてくれる理想の友達。空想力の豊かな子供にはよくあることよ。そういえば学校で習ったことがあったっけ。でしょ、珍しくないことなの本当にね。周りの大人が心配するのも無理ないけど、むしろその子の頭の良さと感情の豊かさの表れなのよ。でもね、マリちゃんが勉強を教えてくれるってことは自分の頭の中で理解してるってことだもんね。私にはアキちゃんの気持ちよくわかるような気がするの。誰よりもよくわかる。なんて言ったら言い過ぎかもしれないけどね。はあ、先生も昔そうだったのかな。そういえばナミ先生も子供の頃は内気だったって。そう、それどころか私も小さい頃はアキちゃんみたいに空想のお友達とおしゃべりしてたもの。そうなんですか。ええ、私も一人っ子だったから兄弟が欲しくて。へえ。でも同性の兄弟やお兄さんだといじめられそうな気がして、空想の弟を作って一緒に遊んでたの。ああ、それが今主人公みたいになっちゃってるね。弟ですか。そう、小学校低学年ぐらいの時だったかな。そのうちだんだん性格づけがリアルになっていってね。ほう。私が知らないうちにお母さんが流産しちゃった男の子の幽霊が私を慰めに来てくれるんじゃないかとかね。あららら、ら、へえ。その子の名前は？いろいろ、その時々で気に入った名前に改名してたから。へえ。あなたと同じ名前だったこともあったかな。あら、傭兵と僕と。あ、ごめんなさい、気を悪くした？いや、そんなことないですけど。そう、よかった。大きくなるにつれてだんだん出番がなくなっちゃったけど。まあ考える暇なくなるもんね。でも時々その弟が今でもそばにいてくれるような気がするの。妄想って言ってしまうと言葉が悪いけど。そうね。人間って誰でもみんなそれぞれの夢を抱いて生きてるものじゃないかしら。まあ確かにそういう、ある人にとっては野心、ある人にとっては理想、神様や趣味、心情や何かへの憧れや追憶や、それから愛。愛、愛ゆえに傭兵。そして私やアキちゃんみたいに現実に適応するのがちょっと人より下手なタイプの人間は、そんな風に
理想の友達を思い描いて自分が生きていく助けにするの。あ、でもいいことかもしんないね。もしそれを誰かに壊されてしまったら、支えを失って倒れてしまうかもしれないわ。そうだね。もし私たちがマリちゃんを奪ってしまったら、アキちゃんは私たちに裏切られたっていう思いを抱いて、今よりもっと引っ込み思案で人間を怖がるようになってしまう。そうですね。マリちゃんはアキちゃんにとって悪い影響は及ぼしてないみたいだし。そうね、なんか悪事をほのめかすんだったらやめろって言うけどね。むしろ勉強を教えてくれたり、悩みの相談相手になったりしてる。それにね、自分とだけじゃなくて、いろんな友達を作りなさいってアドバイスもしてるでしょ。そこなんか妙にリアルなんだよね。なんか不思議だよね。それはアキちゃん自身が心のどこかでそう思ってるってことだから。大丈夫、成り行きに任せていればアキちゃんはいつか自然にマリちゃんから卒業するわ。私が空想の弟から離れたみたいにね。そうだね。なるほど。ナミ先生の話を聞いているうちに、俺はふと奇妙な感覚にとらわれた。もしかして自分がナミ先生と空想の弟で、ナミ先生がアキにお話を聞かせているうちに作り出した虚構の存在なんじゃないか。そして10年前この島に住んでいたこととか、東京の大学に通っているという記憶は全てまがいもので、ナミ先生がお話の中で肉付けした設定に過ぎないんじゃないか。どうしたの？変な顔して。もうこれなんか人間が生まれたのはどうしてだろうみたいな考え方してるから、それ主人公。大丈夫？あ、いや、ナミ先生の声で俺は我に返った。なんだか現実崩壊感覚っていうか何その現実崩壊感覚って自分がナミ先生とアキちゃんの空想の存在みたいな気がして。あらあら、あなたもなかなか空想力豊かな人だったのね。そうなのかな。そういえば神経科に行った先輩に聞いたことがあるわ。患者さんを診察してるとき、明らかな妄想だって分かってる話を聞いてても、相手があまり自信たっぷり理路整然と話してると、なんだかそれが事実みたいな気がして、めまいのような気分に襲われるって。まあ確かにね、なんか思い込んだら病は気からみたいな。政治的なデマゴーグに惑わされる時ってこんな感じなんじゃないかって思ったそうよ。まあ口達者っていうのはこんな感じよね。へえ。アキちゃんの信じてるマリちゃんを奪う必要はないけれど、私たちは何が現実で何がそうでないかをきちんと分かっていないとね。そしてマリちゃんの存在を尊重してあげながら、少しずつ外の世界の扉を開いてあげればいいと思う。それなんですけど、実は昨夜アキの話を聞いた時から考えてたんですけど。何？ナミ先生は穏やかに尋ねた。なんか俺が何を言うかもう分かってるみたいだ。こういう可能性はないでしょうか。つまりマリちゃんがアキの空想の産物じゃなくて実在するということは。ナミ先生は微笑した。私も最初にその考えが浮かんだわ。幽霊か宇宙人か分からないけど、姿の見えない誰かがアキちゃんに取り付いてるんじゃないかって、そういう映画やホラー小説もあったわよね。まああるわね。大概ろくなことになんないけど。でもね、やっぱりそれは教師や医師が本気で考慮すべきことじゃないと思うの。誰が考慮すべきなんだろう。稲垣さん。万が一そんなおとぎ話みたいな可能性もゼロではないかもしれないけど、やはり私たちは現実的に物事を考えないとね。まあ医学と文学とか、まあ教師はそうじゃないといけないよね。それが大人の態度というものだと思うわ。ですよね。ナミ先生は風に両手を広げたいっぱい喋ったらなんかすっとしちゃった。ごめんなさい、また私ったら一人で語っちゃったわね。いいえ、そんなこと。勉強になりましたと
言いたくなかったが、なんかお世辞に聞こえそうな気もしたのでやめといた。前にもお酒飲んで永遠一人でみんなにお説教しちゃって、次の日みんなに集中攻撃されちゃった。あんたはもう飲んじゃいかんって。へえ、お酒飲むんだ、ナミ先生。遭遇してみたい。お酒？ナミ先生お酒飲むんですか？もちろん、私とっくに二十歳超えてるもの。まあそうですけど。機会があったらそのうちご一緒してね。はい、ご一緒させてもらいます。お説教モードに入らないよう気をつけて飲むから。はあ、ぜひ。その時ナミ先生の白衣のポケットの中で電話が鳴った。はい、もしもし。そうですか、わかりました、すぐ行きますわ。え、ナミ先生の表情がわずかに険しくなる。患者さんですか？ええー、喧嘩で怪我した人が出たみたい。傷は大したことなさそうだけど。おいおいおい、やめろって喧嘩。もう前日にさ、やったばっかりじゃん、秋祭り。じゃあ私行きますね。話の続きはまた今度。もう争いが始まっちゃってんだよ。ナミ先生は小走りに去っていった。喧嘩か、やはり地球派と改革派の喧嘩なんだろうか。大人たちがいがみ合いが子供たちにいい影響を与えるわけないよな、特に秋みたいな子にとっては。わっ、秋はじっとこちらを見つめている。いつからいたんだ秋。ああ、秋いつからいたんだ。ナミ先生との話を聞かれてしまったか。さっきは秋は普段の調子で。今来たとこ。なんか先生のやり返し食らってる気がする。ふう、どうやら話は聞かれてなかったみたいだな。俺は秋の前にしゃがみ込む。どうしたんだ。診療所に行ったらね、ナミ先生ここにいるって書いてあったから。よかった、俺が恐れていることになんなくてよかった。そうか、でもナミ先生は帰っちゃったんだ。途中で会わなかった？行き違いになったのか。あのね、マリちゃんがね。うん、そうだね、対応に戸惑うことはなかったね。マリちゃんが何？お祭りのことちゃんと二人にお礼言っときなさいって。そうか、お礼を言うのはこっちの方だよ。アキと一緒に楽しかったからね。本当？あ、先生もナミ先生もアキのことが好きなんだから。アキが嬉しそうに頬を染める。ちょっと変わったところもあるけど、やっぱり可愛い。でも俺なら学校で言えばよかったのに。みんないるから。そうか、ゆうべのこと他の子に聞かれたらやきもちやかもしれないもんな。なぜかアキ、うん、気を使う子なんだな。こっさいな神経。縁にもちょっと分けてもやりたいぐらいだ。緑にもちょっと分けてやりたいぐらいだ。それにね、みんなに聞かれたくないこともあるから。ん？聞かれたくないこと？マリちゃんのことだろうか。あのね、アキはためらうような素振りを見せる。いいよ、何でも言ってごらん。マリちゃんがね、夕べのお礼に先生に教えてあげなさいっていうの。教える？何を？あのね、先生にナミ先生を守ってあげるようにって。え？どういうこと？ BGM 消えるし。守る、俺が、いや先生が、ナミ先生。うん、秋がきっぱりとうなずく。それマリちゃんが言ってるの？うん、このままだとナミ先生が壊れちゃうからって。何？なんで？壊れちゃう？うん、どういうこと？なんで壊れちゃうの？首を振る。わかんないの、マリちゃん教えてくれないし。あの夜の顔は何かあったのか、やっぱり。てか、なんかマリちゃん本当に両親みたいな感じだよね。アキも心配だから何回も教えてって頼んだんだけど、人のことをあんまりいろいろ知ろうとするのは良くないって。プライバシーか。プライバシー？秋がそれだというようにうなずく。
それを大切にしなきゃいけないって。秋も波先生のこと大好きだから、先生、波先生を助けてあげてね。ああ約束してくれる？波先生を守るって？秋が真剣な表情でうなずく。分かった、約束するよ。先生が波先生を助けてあげる。秋はほっとしたように笑顔になった。じゃあ。立ち去ろうとする秋を俺は呼び止める。あ、秋先生、バイバイ。秋は手を振ってさっさと走り去ってしまった。俺は呆然とその場に残される。波先生が壊れちゃう、どういうことだ。何かあるんだろうな、何か事情が。食事を終えて部屋に帰ってきた。いろいろと考えることは多いけど、とりあえずメールをチェックしよう。お、返信が来てるぞ。東京の友達からだ。花の名前が分かったのかな。写真だけじゃよくわからないそうだ。もしかしたら珍種かもしれない。実物を見ればもっとはっきりするだろうとのこと。大学の先生にもわからないのか。これは当てが外れたぞ。仕方がない、明日にでも東京に送ろう。まだ島には2週間いられるんだ。それまでには調べがつくだろう。お兄ちゃん、朝だよ。あれ、朝起こすやつあるな。ま、いいけど。では時間もいいとこですので、今回はこのぐらいで。お疲れ様でした。次回はね、火曜日からスタートです。ではまた、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。